こんにちは。さあ皆様お待たせいたしました、月間順位予想答え合わせ、4月のね。そうです、4月のまあほぼほぼ当たってないか。違う、豊さん、何が。いやいや、 今の皆さん言葉忘れないですが、ほぼほぼ当たってないかということで、開幕おそらくあれは直前に4月終わり時点でのスーパーの順位予想を豊さんに大胆にしていただきました、はい、一番印象に残ってるのがおそらく出だしは阪神はあんまり良くないよ4月は、で日程的に DeNA は有利だから DeNA が一旦首に立つんじゃないかというような予想もありました。では答え合わせしていきたいと思います。ちなみに4月30日でセリーグは阪神、巨人、中日、広島、DeNA、ヤクルト、はい、パリーグはソフトバンク、日本ハム、オリックス、ロッテ、楽天、西武という順位になっております。では行きましょう。セリーグ、豊さん、セリーグ1位は、中日じゃなかった、阪神、中日か、 DeNA です。あ、 DeNA か、はい、DeNA 現在5位。でも逆さになってるな。これ DeNA 出だしは実は強かったんです。よかったろ、はい、ただ4月10日から落ちていきました。すぐに、いや、あのね、落ちるのが早すぎんだよ。早かったですね。早い、何おい、どうなってんだよみたいな。開幕から1週間ちょっとでもう落ちていってしまった。いや、俺そのまま行くと思ったよ、ある程度前。あの日程的にね、2、3というのがあるのでっていうふうに言ってました、ね、いや、でもその出だしはいいよっていうのは当たってたよな、ちょっと。そうですね、1週間ちょっとの出だしでしたけども、まあ、1週間の命だったけどね。早かったですけどね。やっぱこれはエラーだったりとか、まあそうだなっていうのが大きかったんですかね、うん、さあ続いて豊さん、2位は何、どこに予想してたでしょうか。中日。そうです、中日。中日はいいじゃん。そうです、なので3位なので、ここはほぼ、まあ、ほぼほぼな。そうなんです、はい、で中日、あの一時期単独首位に立っていました。はい、ただちょっと4月の23日ぐらいから連敗が込むのが、まあ、ありまして、はい、4月30日までの時点で3位。まあ5割やな。そうです、はいはい、うん、まあ計算通りだな。計算通り。できれば1つ、まあ、2つが理想だったな、貯金な。うん、本来は、まあ、月で2つずつぐらいはちょうど作っていきたいなっていうふうに考えてたから、うん、でもスタートダッシュ、勝つにはスタートダッシュって言ってたから、はい、まあ、それにはある程度成功したということからすると、はい、まあまあの出だしなんじゃない。まあまあよくやったよ。そうですね、首位にも立ちましたし、うん、貯金も4月作れましたし ね、はい、さあ3位の予想をしていたのは豊さん、どこだと思いますか。巨人。そうです、なのでここも、まあ、2位と3位が入れ替わる形ですけど、うん、いい感じです。巨人はその4月、まあ、安定したこう乱高下はなくっていう感じでしたね、まあ、そうだな、はい、ただ他もあんまり調子は良くないし、そうなんですよ、阪神も調子は良くないし、はい、みんながこう試行錯誤しながら、うん、まあ、中日だけはポーンと飛び抜けたけどもね、 DeNA とね、はい、一瞬ね。そうなんです、まあ、そういう状態の中で低レベルの安定はしてたよな。そうなんです、団子状態みたいな感じだったので、どこかズバ抜けていいチームっていうのはなかったような気がしますね、はい、4位予想どこだったと思いますか。広島じゃないな。違います。ヤクルトでもない。ヤクルト。ヤクルト。豊さんは4位にヤクルトと予想していたんですが、はい、そこは6位と、はい、いうところで、ヤクルトはもう4月4日から落ちていってしまいました。エースはいないさ、田口もいない。山田哲人選手が抜けた。塩見は抜けた。そうです、そうです。どうなってんだっていう話だよな。そうなんですよ。ただね、はい、4月の終わりぐらいから良くなる兆しは、まあ、兆しは出てきてるという。そうですね、はい、ただちょっと豊さんは4位にしてましたけど、はい、離脱者がすぐに出てきたっていうのが大きかったですね。まあ、そうそうだ、はい、さあ豊さん、5位予想どこでしたか。阪神とカープが残ってます。豊さん予想。あ、阪神だ。そうなんです、阪神を5位にしていました。あ、そうだね。阪神は4月のこれ16か10日そのあたりからもう、まあ、それちょっとね、エンジンかかるのが早かったんだよ、俺から言いますと。そっか、4月もうちょっと低迷するかなっていうのがあったんですね。ただ、うん、やっぱ巨人が火をつけちゃったな、サトテルのね、はい、あれでバーッといっちゃったよ。サトテル、それから森下選手で大山選手も調子上がっていきましたし、はいはい、プラス4月の後半はあのノイジー選手がね、良くなってきたね。岡田監督、よくわかんないどうしたのかって話されてましたけど、まあまあ、実力もあるんだよ、ちゃんとね、練習もしてるんでしょうしね、はい、まあ、豊さんはちょっとね5位でもうちょっと低迷するかなと思ったら思いのほかね、はい、行きましたね。
で豊さんはカープを最下位に予想、はい、で実は4位というところで、ね、はい、カープは4月14日から最下位を脱出というところ で、うん、でもまあ低迷はしたでしょ、ね、しました。だからまあ、はい、ある程度言った通りには時期的なことは話はない、ね、うん、ずれてるかもしれないですけど推移は合ってますよね。そうでしょう、はい、悪くはないです、はいはい、続いてじゃあパ・リーグいきましょう、はい、パ・リーグ豊さんはどこを1位予想してますか。ソフトバンク違います。え違う西武違います。日本ハムか。そうです、ゆたかさん日本ハムを1位予想ということで、ただね現実は2位なので、そうでしょう、いいところです。で日本ハムは4月13日から快進撃始まりました、ね、来たね、はい、来ました。まあある程度予想通りでしょ。予想通りです、はい、それはどうしてその、 予想通りの順位が。やっぱり力をつけてきたということだよね、うん、あとは投手力が安定しているという、はい、で中継ぎ陣もいいという、うん、あとはちょっと打ってくれれば快進撃はするだろうなっていうふうには思ってたよ。何か試合見てても総崩れの試合とかあんまりないですし、まあないね、大型連敗もないですし、まあ ね、それからでも俺開幕の2戦目見た時にすっかすかのゲームでさ、はい、何にも起こらないんだよ、うん、大丈夫かと思って心配はちょっとしたけどね、うん、でもそこからこうグッと来たし来ましたね、中旬から、はい、さあ豊子さん2位予想どこでしたか。ソフトバンク。そうです ね、ソフトバンクはもうずっといいですなあ落ちな貯金12だってよ、お前4月で10。そうですね、もう少々負けても貯金あると思う。なので首位から6位までが今4月30日時点で11ゲーム差ということ。すごいねな、突っ走ってますね。1ヶ月その差をつけたっていうのはでかいな、うん、だからここはセ・リーグの順位と違ってやっぱりソフトバンクがちょっと頭 1,2 個分飛び抜けていってしまったのかなっていう気はしますね、まあ、そうだね、はい、ただ豊さんここは1位にテレコですけどいい感じに来てます。そうでしょう、はい、さあ3位予想どこでしたかね。西武。そうです、うん、6位です。でも西武も最初立ち上がり良かったけどな。4月9日から落ちていきました。ちょっと早くなんか音を立ててたよな。メリ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 というように遠くに。いやメリメリじゃないんじゃない、ゴロンゴロンじゃない、ゴロンゴロン。でも出だしはよかったの、はい、あのまま行くと思ったけどな。先発ローテ確か全員に勝ちついてるんですよ、ね、最初、はい、竹内投手もルーキー行きましたし、住田投手もそうですし、松本投手もいるもんな、ピッチャーいるんですよ。中継ぎの、ね、回の投手もすごくいいし、アブレイユもいいって言ってたので、めちゃくちゃいいよな、はい、今ちょっと心の声の下打ちが出た。下打ちな、はい、ただね、ちょっと気づけば6位、やっぱ打線がっていうのが豊さん的には、まあ打線だろうな。あとやっぱ守備も良くないな、はい、まあ、エラーも多い。パ・リーグの中でトップでしょ。そうですね、エラーね、うん、あれだけいいピッチングしててエラーが多いって、うん、何足引っ張ってんだっていうような感じだよな。そうですね、ただここまでエラーだったり、ここまでその野手陣が打てないというか、あと、まあ、延長戦も勝てないとか、ね、ここまでなるとは思ってはなかったですか。もうちょっと打つと思ったよ。うん、外国人に期待したけど、はい、アギラっていうのはね、うん、ある程度日本の野球に慣れてきてるけども、うん、もう一人だな、左のコルデロでしたっけ。うんうん、ちょっと不発だな。そうですね、あと出だしはね、西川選手だったりとか、あと、まあ、佐藤龍聖選手今も出てますけどとか、結構外崎選手も良かったですし、外崎は良かったもんな、はい、まあ、だけど落ちてったなっていうところが、やっぱり豊さんの3予想が大幅に狂ってしまったのかなっていうところですね。さあ4位どこに予想してましたか、豊さん。オリックスか。はい、オリックスです。ただオリックスはまあでも3位につけてるので、まあここら辺はじわじわいくだろうなとは思ってたからね、うん、出だしがオリックス非常に悪かったんですけれども、打てないというところで4月13日から徐々に徐々に上がっていきました、まあ、そうだな、はい、まあ、頓宮が良くなってきてくらいからこう上がってきたな、うん、そうそうそう、頓宮、紅林選手とか。そうだな、はい、頓宮のホームランが出始めてからこうちょっと上がってきたかな、うん、やっぱり打つべき人が打ち始めると少しずつ、まあ、そうだね。もちろんね、まだ森友哉選手とか、まあ、西川な、はい、西川選手も待ち状態ですけれども、だここはそんなに大幅に予想が外してないですね、はいはい、オリックスに関して5位ロッテ、はい、はい、まあ、現実は今4位なので、そこも大幅には外していません。はい、大体当たってるんだよパ・リーグなんでパ・リーグの大幅だってんだ。セーブだけは誤算でさ、大幅な誤算でしたね、セーブは。優勝候補にもしてるだけに ね、もう今からもう撤回するしかないのかなとか思って。いや、もう撤回したいよ
出てましたけどね。ロッテはちょっと4月の20日ぐらいから順位を下げていってしまったと。まあでも途中で抑えの増田がいなくなったりだとかさ、はい、あんまりこう機能みんながしないというかさ、まあ、横浜にしたって打たれるケースもあったしね、はい、で沢村が出てきたらトンチンカンだったし、ね、そうありましたね。あ、この試合で乗っていけるかなって思った試合何だったっけな、その次の日負けたりだとかさ、なんか打つ方もあ、打ったと思うと翌日パタッと止まったりとか、そうそう、まあ、点が取れなくてさ、角、はい、中使って角、うん、中カチンって打って、うんうん、はい、その日 3の3打って、でポランコが1点取られたと思ったらすぐホームラン打って1点取り返してきて、はい、あ、そうありましたありました、まあ、それで、あ、こういう勝ち方したらできるぞって言ったら、うん、次の日種市引っ張りすぎてひっくり返されて負けたって、うん、やっぱり乗れないよな、なかなかな、うん、やっぱ波に乗っていけないっていうところですかね。そうだね。で最後楽天、豊さんは最下位に予想していたんですけど、まあ、そこも5位なので現実は、まあ、そんなに大きく離れてないでしょ、はい、ただ楽天のその推移を見るとよくて最高マックス3位で、これ4月2日のみなんですよ。なので3日間そんな参考にならないじゃん。いかに何かこう状態があまり良くないのが、まあ、ずっと悪いまま来てるよね、続いてるのかっていうことなんですよ、まあ、そうだね。なので、まあ、セ・リーグはちょっと外したりとかありましたけど、はい、パ・リーグは、まあ、西武以外はなんとなく似たり寄ったりのこう予想と現実になりました、はい、これを踏まえて、はい、5月31日までの順位を、はい、まあ、1ヶ月こうじっくり見てきたわけだから、もうこれから外さないよ。外さない、あら外さんよ、もうおっと強気に来ましたね。はい、はい、じゃあセ・リーグ行きましょう、はい、セ・リーグ首位はどこを走っているチームですかね。阪神。おお、阪神、はい、はい、そして2位広島。あ、カープが、だから言ってんじゃん常々、うん、5月は広島の季節だって、恋の季節ですね、恋の季節、はい、3位、はい、3位中日。お、中日、はい、はい、で4位巨人。巨人下がるか、はい、はい、5位ヤクルト。あ、上がってくるよこれ、ちょっとちょっと上がってくるから、はい、で、はい、で DeNA。 あ、でなんか文句ある？いや、文句ない。あの、まあ、なんか阪神はそっかそっかっていうのは分かるんですけど、まずこの2位の広島っていうところが大きくジャンプアップですね。いや、でもゲーム差ってそんなないでしょ。 3.5 ですね。でしょ、うん、そしたらもうそのぐらいひっくり返されるだけの力持ってるから、うん、広島は。お、ただ条件的に言うよ、はい、やっぱ相澤がマスクをね、ある程度かぶる、うん、はい、で、坂倉が一塁をやる。で坂倉選手がそのことによって打率が上がると、打率が上がると、うんうん、そしたら打線の軸ができる、はい、中日は変わらず、まあ、キープしてるであろうと、うん、そうだね。だから5割か、まあ、現状維持か、うん、2個ぐらいしといてくれたらいいな、うん、貯金をね。この5月に岡林選手っていうのはどうだと思いますか？上がってくると思うよ。上がってくる、うん、まあ、このままではないと思うしね、うん、だから上がってくると思う、うん。さあ、そして4位巨人落ちてますけれども、あ、巨人はね、やっぱりちょっと苦しくなるな、だんだんな、うん、これなぜかというと、やっぱ点が取れない、得点圏率が悪い、はい、まあ、西舘がこけて、はい、ちょっとバランスが崩れてきてるという、で中川西舘ってダメになってくるとさ、はい、最初の構想から大きくちょっと構成的に変えなきゃいけないと思うんだよね、うん、はい、でそうなってくると少しちょっと5月は我慢の時期が来るかなっていうふうに思うんだよね、うんうんうん。あの4月の終わりの時点で、京本投手だったりとか、あと今村投手上げてきてるんですけど、このあたりは5月っていうのは活躍できそうなのか、それとまた入れ替わりがありそうなのか、まあ、疲れがないだけにね、機能してほしいっていうふうには思うかもわからないけども、はい、まあ、そんなにうまくいくかなっていうのが俺の見立てだね、ピッチャーは、うん、あとキャッチャーに関してはどういうふうに5月になってくると思いますか？やっぱ打てないんだったら大城を使うしかないし、うん、でも打てなくてもある程度星を拾えているって言ったら、まあ、小林騎士になるだろうね。うん、そこはそういうふうに進んでいくだろうと5月、はい、あとはやっぱり得点が取れない、ここの打線は5月奮起というか何か爆発みたいな感じになりますか？だから俺ポイントに言ってるのはさ、うん、梶谷だと思うんだよ。うん、はい、あの4月30日の時点で下ではフルでは出てるんで、出てるんだよ、はい、だからもういつ上がってもいいような状態にはなってると思うんだけど、うん、やっぱ梶谷が上で機能してくると、うんうん、やっぱ丸含めて、はい、やっぱ実力者が揃ってくるよ、はい、まあ、そうなってくると4位っていうのが3位になる可能性もある、うん、もうじゃあ
一つは梶谷選手がポイントになってる。いや俺は見えないけど俺は梶谷がポイント握ってるような、うん、そんな感じがする。それは阿部監督が使うかどうかっていうのは分からないけど、はい、俺はそう思ってるけど、うんうん、そあとは打順のある程度の固定っていうのは5月できそうですか巨人は。やっぱり 1,2 番決めたいと思ってるだろうな。1番をじゃあそのまま丸でいいのかとか、はい、でも俺は適任は梶谷上がってきたら1番梶谷が適任だと思う、うん、そしたら打順がスッと収まってくるかなっていうふうに。そしたら厚みを持たす岡本の後ろに坂本を3番に上げたりとかしてたけど岡本の後ろに持っていけると。あ、もう一回戻すという、うん、で3番は吉川選手でいいんですかそこ。まあ、2番でもいいしな、ね、2番でも、うん、まあ、1、2番丸かじコンビでもいいよ。あ、まあ、初めて丸かじりコンビみたいな感じですね。なんかかじ丸コンビかじ丸コンビでもいいと。あ、なるほど。ベテラン2人で引っ張ってくれる。確かにそこの2人がね、外野にいてくれると。そうそう、でまた打順にいるっていうとすごい嫌な打順にはなりますし、ね、で吉川、岡本、坂本、あとはそうすると萩尾選手だったりとか。だから萩尾一択になるかな、そうな、外野手はね。そうですね。さあヤクルトですけれども、はい、ただちょっと上がってきても5位のままというと。いや、それはそう、そうは簡単にいかないよ。今はうまくいってるけどやっぱ疲れてくるよ、うん、石山とか、うん、その先発ピッチャー小川もそうだし、はい、まあ、小川も、まあ、上がってきたけど、うん、やっぱ5月のどっかで疲れも出てくるよ、うん、まあ、投げ込んで多分ないと思うし、はい、だからそうなってくるとごまかしごまかしでいくしかないし今シーズン、うん、やっぱねうまくできてて、はい、キャンプをしっかりやってオープン戦しっかり戦った人間じゃないと1年間ねなかなか持たないんだよ。あ、そうなんですね。持ったとしてもどっかで疲れが早く来たりだとかさ、うん、するもんだから、はい、だからヤクルトも欲はなってきてるけどもう急にグーンとは来ない。そのピッチャー陣を上回る打線っていうのはやっぱ打線も疲れば来る。いや、ピッチャーがやっぱりいいからね、そんないつもいつも打てないよ。だからヤクルトが本格的に強くなってくるのは梅雨明けぐらいからだろうな。これはねやっぱねピッチャーがねバテ出すよ他のピッチャーが。あ、他のチームのピッチャー陣がってことですね。そうそう、そしたらより打つようになる。そうなった時にヤクルトの投手陣が持ちこたえることができるとね、うん、もうちょっと上がってくるかなっていう感じがするけど。じゃあちょっと5月も辛抱のちょっと1ヶ月になりそうですねヤクルトとしては。まあ、辛抱しながらでも4月ほどのストレスがなく、うんうんうん、まあ、ちょっと勝ちを味わえて、はい、まあ、少しチームも明るくなってくるかな。お、期待したいですね、はい、で再開が DeNA、 DeNA、 うん、筒香が多分5月から入ってくると思うんで、はい、筒香が機能すればいいけども、うん、やっぱ誰かを弾かなきゃいけないだろう、はい、で弾いて働けないっていうことになってくると、うん、またこう右往左往しなきゃいけないと思うんだよ、はい、だから筒香次第っていうところはある。なるほど。で必ず5月には上げると思うよどっかで。そうですよね。そうなってくるとチームのバランスっていうのがどう変わるのかっていうのが、うん、都合が本当に額面通りみんなが想像しているようにやってくれるのか、うん、別の裏で想像しているような結果になるのか、うん、まあ、それによってチームは大きな運命を握ってるというか。何か筒香選手と一緒に同じ船に乗ってるような感じですよね。もう筒香が船に乗ってくるっていうよりも、うん、筒香の船に乗るっていうそ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 う、そういう表現の方が正しいかもな。ですよね。だもし仮に筒香選手がなかなか状態が上がらずにでも一軍で使うとなってる時になかなか外すことも難しい。いや、やっぱね、だから慎重にはやるとは思うけども、うん、だけどある程度の猶予期間っていうのは設けるだろうから、うん、まあ、そこで勝ち星が拾えるのか、はい、その成績通りに落ちていくのか、うん、っていうのは運命を握ってるって言ってもいいと思うんだよ、うん、だって使うために取ってるわけだから絶対使うんだよどっかで、はい、その運命は握ってると思うよ俺は。いや、もう筒香選手次第なんですねここは。そうだな。そっかそっか、うん、あとは例えばその渡来選手、例えば状態が良くなければファームでじっくりもう一回勉強っていう、ま、可能性もあるよね。可能性はどうなんですかね。いや、まあ、その可能性としてはなくはないけども、うん、ドラフト1位で取った選手っていうのは、うん、なかなかそうしにくいよね。そうなんです。やっぱねプロ野球だから工業考えるから。そうですね。うん、まあ、DeNA って特に興行考えるからね。だから、はい、なかなかファームに生かすっていうことは多分ないかもな。そんなこと考える
ことではなくて活躍してくれるのがね、うん、もちろん、まあ、一番いいんだけども、うん、まあ、なかなかちょっと今の状態ではね、うん、そんな目立った活躍ができるかなと思うとそんなに期待してもかわいそうだしな、まあ、5月よりね他チームのもちろんマークも厳しくなりますし疲れも出てくると思いますし、そうだな、うん、だから抱えてることっていうのは DeNA が一番ちょっとややこしいことが多いかな、うん、そうですね、チームバランスという意味でもそうですよね。逆にこの筒香選手が非常に起用すれば6位ではなくてもちろん順位は上がっていくっていう、そういう、そういう可能性があるよね、うん、あとはピッチャーがねどれだけ投げられるかっていうことだけども、はい、まあ、大抜けは勝たないとななかなか厳しいな、うん、そうですね。続いてパリーグ行きましょう。パリーグは豊さん、はい、5月はソフトバンクでしょ。そうですね、それはもう間違いないよね。12貯金があるんだよ落ちようもないですね。これ落ちたら大変なことになるよね。何があったって感じですよね。何があったんだよね。そうですよね、クリーンアップ全部故障したって首位は守ると思う、これ代わりもいるしっていうことなんですね。そうそうそう。2位が日本ハム、はい、ハムで、うん、3位がオリックス。オリックス、はい、これあんまり変わらないんだよね。あ、ここはあの4月割と変わってないですね。そうだね、はい、ロッテ、もうで5位か西武、あ、西武が1個上がる、はい、そしてで楽天、楽天というところで、まあ、今ソフトバンクの話はしましたけれども、この2位の日本ハムはそのまま維持してるんじゃないかと。いや、維持してると思うよ、うんうん、3位を離してるんじゃない。あ、このオリックスとのゲーム差を、うんうん、だからソフトバンクとこう同じような歩みをしていくかなっていうような感じがする。あの4月30日時点では3位のオリックスと3ゲーム差、はい、でソフトバンクとは 3.5 ゲーム差なんですけれども、はい、ちょっとオリックスを離してるんじゃないかと。でソフトバンクの差っていうのはそんなに開かずについていってると思う、うんうん、あ、だから独走させないように日本ハムが追随してる形。まあちょっと願望も合ってるけど、ね、うん、すごい合ってますよね。どうだよ。いや、まあ、でもそうじゃないと面白くもなんともないじゃない。じゃあ5月だけの状態であればソフトバンクと日本ハムって5月の状態はどっちがいいと思いますか。ソフトバンクやっぱ強いんだ。ソフトバンクは強い。なんだこれ。いや、でもすごいな。でも負けずについていってると思う日本ハムが、うん、例えばこの2位の日本ハムまたスター選手出てくるとか、例えば野村選手上がってくるんじゃないかとか。いや、野村は上がってくると思うし、うん、スティーブンソンが上がってくるんじゃない。めちゃくちゃ打ったら俺が見た時は5割、あ、7割だからみたいな。いや、そんで次見た時はね5割ちょっと打ってたよ。ああ、そう、まだまだ保ってる、保ってますね。まあ結構頑張ってるし、うん、交流戦あたりぐらい、あ、もうちょっと前に上げるか、うん、上がってくるような気はするよ。5月中旬ぐらいには上がってくるかもと、うん、スティーブンソン、まあ、ゴールデンウィーク明けじゃない、2週目とかそのあたりに上がってくるのかなっていうところですかね。これが機能してくると、うん、またちょっとね強くなります。松郷が悪いんだよね。そうなんですよ、お前のか。だから、まあ、ここら辺を変えてくる可能性だったらし、あ、スティーブンソンにっていうことですか。そうそうそう、松郷選手は状態5月どうなんですかね。実力はあるからね、うんうん、まあ、きっかけ次第だと思うけど、はい、まあ、このままその低迷したまま終わらないよ。そうです、やっぱり技術はしっかりしたものを持ってる。じゃあ特に日本ハムは心配する要素はなさそう、まあ、ないないない、うん、さあオリックスですけれども、はい、オリックスも今と同じ3位と。そうだね、あの貯金を作ってくるかなって、少しずつ、うん、あの4月30日はあの1個借金があるっていうところなんですけど、だから借金がなくなって、まあ、ちょっと 1,2 個貯金ができつつあるかなっていう感じになってくると、うんうんうん、だから今2強でしょ、はい、言えばこれが3強になってくるかな。そこにオリックスも入ってくるであろう、はい、ただハムとオリックスの差がそんなにはね縮んだり伸びたりはしない。やっぱりオリックスも状態は悪くはなくなってくると思う。森友哉選手はどうなると思う。いやいや、上がってくるよ5月に、うんうん、上がってくる。西川龍馬選手、まあ、慣れてくるだろうな、うん、環境にね、うん、まあ西川見といてみ、交流戦でバカ打ちするから、うん、それは時期的なことですか。いやいや、もう慣れてるじゃない、ピッチャー知ってるじゃん。あー、セリーグか。うわ、もう頼りになるから。じゃあ5月の終わりまで待たないと。いや、まあまあ、でもそこまでは状態的にはちょっとずつ上がってきてる。ただこれ森友哉選手とか西川龍馬選手が今のままでいっちゃうとちょっとオリックス苦しいかな。まあ苦しいけど貯金は作ってくると。ああ、そっか、そこはやっぱディフェンディングチャンピオンっていうところなんですかね、うん、さあ4位がロッテ、はい、これ現状と変わらずですね、うん、はい、そんなに大きくは変わらないけども今の状態よりは少しはいいかなという、うんうん、
それはあの打者陣が打ち始めてる、ね、打者陣はね、なかなかこう厳しいかもわからないけども、うん、打者陣で少しずつカバーができるぐらい、うん、少しずつつながってくるかなという感じはするけど、特にキーになるとかこの選手上がってきてやっぱベテラン2人だよ、角中、荻野選手ですか、うんうん、ここの2人をうまくこう使っていった方がいいな。あと中村翔吾選手はどうなるんですか。もうそうだな、あまり期待しない方がいいかもからな、うんうん、そこに気持ち引っ張られてるとやっぱみんながおかしくなる、うん、もう這い上がってくるしかない中村はね、うんうんうん、西武ということで6位楽天、ここが入れ替わってるような形ですよね、うん、西武はね、うん、こんな力じゃないよ、あの投手陣見てみ、うん、楽天のチームにあのピッチャーつけてみ、うん、A クラスいってるよ、まあ、そうですよね、そうでもないかな、いや A クラスにいってるかもしれないですよね、そりゃやっぱね、こんなに打てないっていうことはないよ、そのうちちょっと打ち出すと思うよ。何がきっかけで機能し始めますかね、ここは。一番バッター固定だな。一番豊さん的には一番誰がいい、うん、いやだからあの前の動画でも言ったように、うん、球団内で、はい、この子は将来的に必ず一番バッターになるっていう子がいるんだったら、うん、まず取ってると思うよ、はい、これだけ一番いないって、うん、いなかったらもう球団のせいだから、うんうん、いやだけど絶対いるはずなんだよ。でもそれを大抜擢して、はい、とにかく英才教育をする、うん、まあ、そういうふうに一番をオールスターまでに育てたらチームの雰囲気がガラッと変わってくるような気がするよ。7月までに一番の選手を育てる、固定ができるようにする、うん、そうそうそう、うん、おかわりくん頼りになってしまってる、そのプラス、しょうがないよな、うん、打つもんかね、なんですよね、ほんと綺麗なホームラン打つよな、気持ちいいですよね。あとファームでやってる栗山、うん、あ、栗山選手、はい、これが上がってきてやっぱりチームに活入れる、うん、あのピシッと締まる形になりますよね。そうそうそう、ただそれでもやっぱり借金ある分5位が精一杯のところだ、それはもちろんそうだよね。逆に5位になればいい5月だったのかなっていう、まあそうだな、借金を半分に減らしたいけどな、だ相当頑張らないとな。今4月30日時点で10なんで、10でしょ、そうなんです、10は意外だよな、ちょっと今のあのピッチャー陣からしたら考えられない、考えられないな、だせめて5人、でも3点4点取れれば、うん、そしたら5ぐらい簡単にピュッといきそうな感じがするけどね、俺は。あとは中継ぎ後ろですよね、もうね、8回から直結だよ、直結飛ばせんもん7回まで必ず投げろ先発陣が、そうですね、そうそうそう、そこはもう投げ切ってっていうことですね。なんなら8回から、うん、8回まで投げ切ってアブレイユ、急にアブレイユ、もう直結ですね、直結だよ、直結だよ、はい、さあそして最下位が楽天ということで、はい、4月30日現在はロッテと並んで4位も下げると、やっぱりね、ロッテの状態が悪くて楽天と並んだ、うん、で西武が状態が悪くて最下位に沈んでる、うん、楽天はこの戦い方がまずまずなんじゃないかなっていうような気がするよ、投手陣含めてね、はい、その中で一生懸命よくやってるなっていう感じじゃないのかなっていうふうに思うけどね。そうなんですね、ただ本当にその6位の借金10の西武よりも下に行くっていうことは、楽天今借金が3つなんですけど、さらに借金を増やしていくっていうことになる、ね、そうだな、だからまあ西武が5つ、うん、楽天が6つ、ああじゃない、そう決まったわけじゃない、バカにすんなよ、ああじゃないよ。じゃあ逆に楽天が浮上していけるにはどうしたらいいですか。やっぱあの内、うんうん、庄司、はい、まあ、この2人がやっぱこう勝っていかないとな、うん、有望なこの2人の投手、はい、まあ、これがやっぱこう投げたら勝てる、岸がまあ勝つというようなことになってくるとちょっと状態が変わってくると思うけども、はい、まあ、なかなかな、あの2人の若手の投手、うん、勝ったり負けたりするだろうなと思うよ。今年ちゃんとした実績を残したら来年あたりから安定して投げれるようになるかなっていうような感じはするけどね。パリーグとセリーグ出て、私一つはもう阪神は1位ですねって阪神のこと聞くの忘れてたんですけれども、あ、そう、そうです、阪神ファンが見てて阪神のこと一言も触れてないって言われちゃうと思って、これ触れなきゃと思って、いやいや、もうこれはザ安定ですよ、ザ安定そりゃそうでしょう。この安定具合はソフトバンクのように突っ走っていく5月になりますか。他の5球団が状態はあんまり良くないんだよね、はい、4月の終わり時点で見ると、うん、でこっから上がってくるっていうのは俺、まあ、予想では広島ぐらいなんだよ、はい、あ、
だから広島との戦いを無難にこなしておけば3連敗とかしないで、うん、まあ1勝2敗でも2勝1敗でも3連勝したら、あ、これは突っ走るわって、うん、まあ、そうなってくる。だからポイントは広島が握ってるような、まあ、そんな感じがするよ、戦い方で。あと岡田監督は今年警戒しているそのヤクルト打線っていうのは、ヤクルトと当たった時にどういうふうに阪神がそこをピッチャー陣とか勝ち切っていくのかな。まあ、でもこの前 の、 あの甲子園でのヤクルト戦、はい、結局は勝ち越したからね、うんうんうん、嫌な感じはしないんじゃない。あと佐藤輝明選手の状態っていうのは大丈夫だよ、心配しなくても。大丈夫大丈夫大丈夫、バイオリズムがあります、ね、バイオリズムがある。俺は大丈夫だと思うよ。5月上がってきそうですか、率とか状態も。下げないとな、このままじゃ外されるからね、はい、あの糸原選手との併用になっていくのか、それとも、あ、いやいや、もう基本的にはやっぱ佐藤輝明だよ。あとミエセス選手はこれ交流戦で上げてこようかなって感じですか、 DH で。もういらないと思ってるんじゃない、ミエちゃん。もう本当に低迷してチームがガクッと暗い時には上げるかもわかんない。これ交流戦で DH あるのでミエちゃん使うのかなとか思ったり。可能性はなくはないよね。ただやっぱり DH で使いたい選手はいっぱいいるよ。例えば前川、そうそうそう、ああ、そうかそうか、糸原にしたってそうだし、うんうん、まあミエちゃん破壊力あったりとかいろいろするけども、うん、まあどういう状態でいるかな、うんうん、でもファームでも出てなかったからね、うんうん、日本にはいますよね。いや、いると思う。そうですよね。いつもみたいな。去年取り上げましたもんね、この YouTube でもね。やっぱバッティングは素敵だけどな。あと、あの5月、これが流れてる時はもう初先発になるのか、今シーズン。門別投手、巨人戦で当たるというふうに言われてますけど、門別選手が先発に来て、これまたどういうふうに阪神のいい作用をしていくのか。まあまあそうだな。これでポンとでも勝てればな、うん、それはまたそうは熱くなるしな。ってなると門別選手投手はこれはあのローテーションにはもちろん入れたいって考えば。まあ無理しては入れないと思う。うんうん、ただその谷間とか、はい、まあ、誰かちょっと疲れた時に一回飛ばそうとか、うん、まあ、した時にエア門別がいるから大丈夫だよみたいな、うん、そういうこう予備的なものにしていくかもわからないし、うん、もう本当に良ければ、はい、まあ、昨年の村上のように、うん、まあ、途中からローテーション入るっていうこともあるだろうな。そうですね。さあ12チームのね、月間の順位予想、はい、出しましたけれども、うん、さあこれ果たしてね5月の終わり時点で当たっているのか、はたまたもうどっからかシャーになるのか。いや、まあでもね、まあ、4月1ヶ月間見たでしょ、はい、だからまあそんなには外れない、大外れはしないと、絶対しないし言いましたね、わ、うん、かりました。そう、なんかやってきたな。いや、もう楽しいんですよ、あのこの月間予想してる時が一番楽しい、あのコメントもいいですねっていう風にね、まあ、来るので楽しみにしてます、はい。